マイレジ TV をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。高橋ひかるです。そうですね、今日のこのお着物はですね、すごく着た時にイメージがあって、その日が昇ってすごい空があって、そこにお花がパーって咲いていくような、そういうイメージがあって、これまで晴れ着撮影会に参加させていただいて、昨年、いや2021年かには紫色の結構大人っぽいお着物を着させていただいて、こうして今日はなんか可愛らしい感じのとても華やかなお着物を着させていただいて、毎年いろんな晴れ着を着させていただいてワクワクしています。同時期に先生役と生徒役の作品が公開されたりだとか、それもまた生徒役の作品は青野くんに触りたいから死にたいという、とてもタイトルから聞いてなんだこの作品はって気になってしまうような、すごくインパクトのある作品で、学生役なんですけど、彼氏が亡くなってしまって幽霊になってしまうっていうお話で、その幽霊と共存していく、そんなお話なんですけど、ちょっと役もちょっとなんか変わっているというか、夢見がちな、地に足がついてないようなふわふわした女の子で、真逆で生徒役とは違って、教師役の役は村井の恋という、それも実写化の作品になるんですけど、漫画原作の、その役はすごくサバサバっとした、現実にあまり興味がない、三次元の人間にあまり興味がないような、推しがいる、二次元に推しがいる先生の役を演じさせていただいて、ちょっとコメディータッチな作品で、とても振り切ったお芝居をさせていただいたので、なんかいろんな役に出会える、出会えた、そんな一年になったかなというふうに思いました。制服を着る機会は本当に、私特に学生時代からずっと大人っぽいと言われ続けてきて、やっとこの20歳あたりから年齢と見た目がなんかまあ揃ってきたねっていうふうに言われて、あ、やった、じゃあ結構これまで先輩のまあ女優さんや俳優さんも制服意外と結構長いこと着てらっしゃるから、私もまだまだ制服着れるのかななんて思ったら、制服を着た時になんかしっくりこないというか、もしかしてちょっと私制服着ない着れないなんて思ったりもしたんですけど、でも全然まだまだいけるよっていう声もあったりするので、その声を信じて、まあ、幅広くいろんな役と出会えてきたらいいなって思ってます。2023年はですね、まあこれからも変わらずいろんな役、そしていろんな方と出会えたらいいなって思ってますし、これまでまあバラエティのイメージ、私を知って以前から知ってくださっている方はバラエティに出演しているイメージだったりとか、あとラジオだったりとか、お芝居とか作品以外のところで興味を持ってくださった方がいるかもしれないんですけど、2023年は役を通して高橋ひかるという人に対して興味を持ってもらえるように頑張りたいなというふうにも思いますし、バラエティであったりとかラジオの方でも朝の出演が少しずつ増えてきたので、朝高橋ひかるを見たり聞いたりして皆さんに元気をお届けできるような、そんな人になれたらいいなというふうに思ってます。プライベートでは、そうですね、今母と二人暮らしをしているんですけど、より一段と、まあ、自炊とかはしたりしてるんですけど、母に振る舞ったりとかは結構日々やってるんですけど、より一人前のレディーとして成長できるように頑張りたいです。私を応援してくださっている方は、私のいろんな面を見てくださっていると思います。明るい面やちょっとふざけちゃう面とか、逆にすごく真面目な面とか、いろんな面を見てくださって、これからもたくさん高橋ひかるの新しい一面をお届けできるように、いろんな方向で頑張っていこうと思っているので、ぜひ応援よろしくお願いします。そして良い一年をお過ごしください。